ホテイランは、ランカホテイラン族の知性の多年層。別名、釣り船ラン。姫ホテイランを分類上の基本種とする変種である。なお、分類表内の写真は、基本種姫ホテイランである。地下の偽球形は、楕円状に飛行し、2から3節からなり、少数の根を出す。偽球形の先端から一葉と家形を出す。 歯に長さ1.5から3センチメートルの傭兵があり、傭身は卵状態型で、長さ2.5から5センチメートル、幅1.5から3センチメートル、縦に五脈が隆起して、シワが顕著で、先端は A かしら、基部は浅い心形、円は波状に縮れる。歯の表面は緑色で、紫色の反紋があって光沢があり、裏面は紫色になる。 家系は直立し、高さ6から15センチメートルになり、膜質で、泡茶色の長い鞘状用が2個つく。花季は5から6月。家系の先端に1個の泡紅色の花をつける。スとは高線形で、長さ1から2.5センチメートル。先は A 戦闘で泡紅色。三角辺及び二足花弁は、線状皮心型で、長さ2から3センチメートル。 幅3から4ミリメートル、先は衛線頭で上向きに反り返り、淡紅色。新弁は下水し、太く袋状に膨らんで、長さ2.5から3.5センチメートルになり、淡紅白色で内面に淡褐色、または小紫色の反紋があり、チューブは盛り上がって、大々色の棒毛,毛が生える。背面は、袋状に膨らんで、先端側に股に分かれた鏡になって、 神便下部の原部より長く突出する。水中は卵状大型で長さ1.5センチメートルになり、左右が浴場に広がり、高脂色になる。本州の中部地方に分布し、阿光山の神葉樹林下に生育する。和名の保定卵は保定卵の意で、神便の膨らみが保定の腹を連想させることによる。別名の釣り船卵は釣り船卵の意で、 これも、神弁の形状に基づく。俗名カリプソは、ギリシャ神話のアトラスの娘キャリップスの名前から、キャリップスは、隠すを意味し、生育地が被されていたという。また、主称名バルボーザは、臨形状のの、変種名スペキオサは、美しい、華やかなの意味。ヒメホテイランホテイランの基本種で、神弁の二股の巨が、神弁下部の原部とほぼ同じ長さのもので、 ホテイランのように、玄武からにまたぬ巨が極端に突き出ない。日本では、青森県、北海道に分布し、青森県のものは、ヒノキアスナロリンゲに生育する。世界では、ヨーロッパからシベリア、北、アメリカまで広く分布する。ホテイラン族は、ランカに属する族。地勢の多年層。ニセ休憩は飛行し、休憩から、京卵状になる。葉は、 偽球形の上に一個の見つけ、乱形で明瞭な三脈があり、多肉で縦じわが多い。傭兵がある。家計は頂きなし、花を一個つける。三角片、二足花弁は細長く、ほぼ同じ形で同じ長さ。新弁は学片、側花弁より長く、袋状に膨らんで、開口部の下部は、玄部が広がり、開口部に、棒毛が生える。 神殿の背面は2列の尖った巨になる。随中は学編より短く、両端は浴場に広がり幅が広い。花粉界は4個あり乱状。俗に一種のみあり、ヨーロッパ、シベリア、日本、アリューシャン列島、アラスカ、北、アメリカに広く分布する。ありがとうございます。